みんなごきげんよう。立石学院院長のひろくんと、ハロー1年3組くれたんだよ。じゃじゃん。わー、なんだろう。やばい。もう無理無理無理、本当に無理。じゃあね、行きましょうね。見てください。うわー、やばい。蜂の子。本当にやはい、そしてもう一個、はい、こちらね、イナゴの甘露煮。イナゴって本物見たことない。ぴょん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 。来ないで。はい、今日はね、ひろくんがね、食べたことがないね、ハチノコとイナゴ食べていきたいと思います。あれ、クレイちゃん食べないの今日？食べないよ。え、いや、クレイちゃんはもう開けるのが得意だから、うん、今日は開封担当大臣。こんな感じになっております。やば、結構いい香り。あれ、見た目はやばいけど確かにいい香りがします。やばい、やばい。早速ね、いただきます。どう？あいかが？おいしい。嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ。甘いよ。どういうこと、どういうこと。え、なにこれ。え、いくらでもいける。え、本当に？あのね、プチプチもしてなくてすごく美味しい。成長みたいなやつ食べたら。うわ、超成長。やばいやばいやばい。カリカリカリってた。やばい。手が震えて。いや、手が取れてるのかどうか。でも美味しい。今度はちょっと殻があるから香ばしい。エビっぽい。そう、エビっぽい。色がね、なんか桜エビみたいな感じだったら食べれるんだけど、黒いからで、中は甘い。このね、幼虫みたいなやつはもうね、本当に柔らかいんだよね、食感が。お米みたいな感じ。そう、お米みたいな感じ。ちょっと成長したやつはもう中身はちょっとだけ苦味。あー、やばい。ちょっと酸っぱみが。酸っぱいのは両方？違う違う、ちょっと大きくなって殻がね、できてるやつはちょっと酸っぱみが。あー、ちょっと大きくなってる子だね。うん。じゃあ次行きましょうか。はい、イナゴの甘露煮を食べていきます。じゃじゃーん。あー、リアルイナゴ。あー、無理です。うわ、いただきます。はい。うわー、音が。入れちゃった。いやー、美味しい。嘘でしょ。あれ、煮干しの、煮干しだっけ。本当に無理。煮干しの甘露煮。食感だけはちょっと勘弁してほしい。そうだね、バリバリって言うから。バリバリっていうイコールひろくんの中でもうさ、ごっさんなのね。お腹のところが身がすごいふわふわしてて、身が、うん、だけど、うん、噛んだ瞬間にぐんよってなります。味は全然ね、皆さん想像できるね、こういう甘露煮のお魚の味がする。うん、ヒロ君はね、どっちが好きかな。やっぱイナゴかな。イナゴ？うん、本当に？イナゴの方が見た目は悪いけど美味しい。毎朝モリモリ食べれる、ご飯と一緒にモリモリ。はい、今日はね、クレイちゃんは食べなかったですけど、ヒロ君がこのイナゴの甘露煮とハチノコを食べてみました。味はすごく美味しいから、もしね、興味がありましたらみんなも食べてみてください。はい、それではバイバイ。チャンネル登録よろしくね。